今回は静岡のおでんということでね、静岡のおでんというのは鳴門黒はんぺん白滝大根豚もつというのがあり、醤油とカツオの旨味を生かした濃厚仕立てのつゆで、カツオだしたこうふりかけっていうのをかけるのがね、これネギなんかはちょっとプラスで付け足しましたが、食べてみて、白滝なんかナルトが黒いけどね、まあよく染み渡ってるし、そしてこの豚もつにネギ、本当、ふりかけとか、はんぺんがいいですね。はんぺんじゃないわ。大根が、しっとりとして。まあ、こうやって地方によってはね、昔から食べられてるんでしょうけどね。こうやってね、あの季節によって全然違う味がある。というのはいいですね。白石山地域によって。ほんのりとしっとりとした醤油に、鮭のふりかけの甘さとか、まあふりかけ食べるってのは珍しいですね、こういうのにね。で白滝の柔らかさ、まあそういうのから見てとってもなかなか珍しくて、結構ないい味わいで、なかなかいい味ですね。白滝とかこの黒はんぺんとかね、まあ、ちょっと他のなんつうの、おでんと比べて珍しい、ちょっと珍しいような具材入ってるけど、まあ、それでもこう、ちゃんとしたな。あとは、いろんなおでんに、このネギとか、あるいは玉ねぎを入れると、さらに美味しくなるかなという感じなので、まあ、こうやって同じおでんでも、地方によってそれぞれその独特な地域というかね、あるんで、県によってもこんな違うんだから、おそらく同じ県内でも、それぞれの地域によってはもっと違うおでんとか、そういうのはありそうな気がしますね。まあ、なかなか、どれをとってもその地域で根強く生きてたと。食べられてたのがわかりますね。まあ、なんか赤味噌を使った地域のものとはまた違ったね。こういうおでんっていうのはいいなというのもあるかと思います。